最近そういう母の日やったよ。来月また父の日来るやろ。父の日何あげようかな。おとんって何あげたらいいかわからんよな。もう喋らへんからな、おとんとあんまり。おとん、え、おとんってあれなんて、たまに家帰って。おとん、おとんって、どうなん最近体調は痩せたんこうやって。おん。ちょ、もう終わりやもん、それで。俺の家族。終わりやで、もうそれで。こんなによく喋る人間でさ、みんなから見てどうかは知らんで。だけど、俺の中ではな、ああ、まあ俺はよく喋る方に属してんやろな、思ってます。そんな私が。ひとたび家に帰って喋りかけてんのに、会社なんかまだそれはさ、定年になるまで会社働いてるから音なかなかあれやからな、地位的にもさ、徐々に上に上がっていってしまうやんか。だからしんどいこともいっぱい出てくるやん、コロナ騒動とかで。どうなん、大丈夫なんすよ会社。おう、しまいやん、それでもう終わりやん。喉塞がってんか、あいつ喉塞がってんちゃうか。ほんま健康診断だけは行った方がいいな、みんな。健康診断だけはした方がええわ。全然喋るよね、何も。さっき入ったら喋るよね。めちゃくちゃめちゃくちゃ。だいたい同僚の息子が野球腕うまいこと言った話ばっかりしようね。我が息子に。その神経が俺は信じられへんって言うんで言うね。自分の息子にな、そうやって言うべきじゃないんじゃないって。自分の息子だって頑張ってんねやでって。人の息子が頑張ってる、人の息子が頑張ってるって言うからな。それはおかしいやろって言うね。おう。終わりやん、それで。